先日ですね、ギター、ベース、ドラム始めませんかというような動画をアップしたんですけども、ギター、ベースをやっていると、やっぱりちょっともうちょっといいアンプ欲しいなみたいな感じになってくるかと思うんですけども、高いものだとやっぱり何十万とかしてしまうのでなかなか手が出しにくいかと思うんですけども、今回紹介するこのボックスですね、ボックスのパスファインダー10という、アンプなんですけども、これ新品価格で5500円とすごく安いんですけども、なかなか、この価格にしてはすごいスペックだなという感じで、うちの息子がこれ使ってるんですけども、今回はですね、5500円のこのボックスの、パスファインダー10ですね、これと、このスクワイアバイフェンダーのカートコバンモデファイのバンダリズムギターですね。これで、ニルバーナ弾いてみましたので、ちょっと聞いてみてください。
いかがだったでしょうか。まあ高いアンプと比べるとやっぱりうーんってちょっと思うところはあるんですけども、5500円でですね、これだけの音が出るっていうのは、なかなか、いいんじゃないかなと思います。こうアンプを買う際ですね、まあ低価格で良いものをという時に、このボックスのパスファインダー10ですね、これも候補に入れてもいいのかなと思います。ここ2、3ヶ月ですかね、コメントをいただくと、YouTube からコメントがありましたよみたいな感じで、こうメールみたいなお知らせが届くんですけども、今それが届かない状態と言いますか、届いたり届かなかったりしている状態なので、基本的に私全てのコメントにはレスをする、スタンスでやっておりますので、質問だったり返事がないなみたいな感じで、連絡の方ですね、遅くなりましたら、コメントの横にグッドボタンがあるかと思うんですけども、それをポチッと押していただければ、その、グッドボタンの方は、お知らせが届きますので、それを見て、お返事の方を返しますので、レス等遅いなと感じたら、そのグッドボタンですね、押していただけると、非常に、ありがたいなと思います。それでは今回は以上になります。